よろししくお願いします農業現場の作業着つなぎでご登壇いただいているんですがつなぎ着ることなかなかないので本当に新鮮なんですけどもう今にも走り出せそうなぐらい動きやすくて着心地抜群です乃木坂ってふだんロングのスカートのお衣装とかが多いんですけどこうつなぎを着ることはなかなかないのでこのつなぎでライブしたいなって思っちゃいました。<laughs> <laughs> 畑だったり自然 が多い景色にぴったりだなと思って、個人的にすごいなんだろう。安心感みたいなものがあります。私は牛乳です。絶対冷蔵庫に入ってるのがあの牛乳飲み物だと牛乳なので、私のほんと本当体の何パーセントももうントぐらい牛乳なんじゃないかなっていうぐらい。あの料理でも使ったりとか。あとはコーヒーと混ぜてカフェラテにしたりとか。あと牛乳も単体で飲んだりとか本当に万能な。 のが牛乳だなと思っててたくさん摂取してます私はやっぱりお茶ですやっぱりお茶がすごく好きで私も毎日たくさん飲んでいますしお茶ってすごくこう体にも良かったりだとかなんか私のお家にも緑茶はもちろんなんですけどいろんな種類のお茶があって毎日こう夜寝る前とか本当にこう心を休めたい時にお茶と一緒にこうゆったりする時間がすごく好きなのでお茶にしました。 お肉です。お,<ー>お肉、はい、はい。あのやっぱり私といえばパワーというか力強さだと思うので、<laughs> <laughs> 肉が一番しっくりくるんじゃないかなと思いました。お肉ね、まあお野菜とも合いますしね。あ、そうですね。もう何でもありですね <laughs>。かき氷巡り,巡りがすごく大好きで、<ー>なんか一人で本当に今年の夏も十軒ぐらい一人でかき氷屋さん行って。うんえー いいだともさき、ねね、来る時にかき氷屋さんに一緒に行くっていうもう約束をさっき本当についタべットばっかでね <laughs> 行きたいお店がかぶってなので「かき氷推し」です。いいね <laughs> 弾丸旅行推しで先日、えっと、金沢の方に弾丸で一泊二日で行って、うん、で鎌倉の方にも日帰りで行ってきたんですけど。 急にお休みができた時に、なんかこの時間があったらどこに行けるかな？みたいなのを考えて、うん、もうその場であの予約して飛行機取って<ー>ホテルも取ってみたいな。ちょっとヒヤヒヤする旅が刺激的でハマってます。大人、私はあのウォンバットっていう生物をしてて<ー>すごい可愛いんですよ。あの、五月、うん、山動物園っていうところのウォンバットがすごい推しで、うん、もう見すぎて。 顔と名前と性格が一致してしまいました。ええ、すごい。<laughs> はい。モンバット余談に似てるよね。どこが似てますか。<laughs> か雰囲気、顔と,とあのすごいお尻描いたりとか背中を。 角とかでリなんかボリボリ書いてるんですけど、うん、確かに私家でそれやってるなって確かにリハでもやってるの見たことありますよね <laughs> リハでやってるの恥ずかしいですね無意識でしたやってた暑い,い恥ずかしい <laughs> 私はじゃあ自転車の秋で<ー>あのー、私自転車に本当多分去年ぐらいまで乗れなかったんですけどあの今年ようやく乗れるようになりましてで最近レンタル 自転車が街の中にいっぱいあるなっていうのに気づいて、うん、あの乗れたらこれもしかして移動楽なんじゃないかなっていうので結構練習したらもう結構スイスイ行けるようになってで今はもうレンタルの,あの自転車のとこ<ん>何個も登録して、えー、あっちこっちそれで行けるようになったのでこの秋のいい気温のところをずっと自転車で。 走りたいなと思って自転車のアきにしました、えー。想像つかない。本当？うん、乗れなかったですよね。そう全く乗れなかったの。すごうそう乗れるようになって今はもう本当スイスイかっこいい姿で乗ってるからちょっと見かけたら。 写真真でも撮っといていくださいしてさ秋秋。元夏んのやっぱり名前にこう真夏っていう夏と秋が入ってるのすごいね素敵だなと思ってちょうど真夏の全国ツアーもっち終わりで、うん、秋が来てでやっぱそこでも本当に真夏さんって。 すごい先輩だなってやっぱ改めて実感して、えー、本当に今日も会見の前に私がすごいこう緊張してたら、うん、直前まで結構こうアドバイスを言っ、うん、てくださって言ってくださったじゃないですか何にも,何も雑談雑談,雑談い,やいやいやいやでも本当にこういう風に言ったらいいよとかすごいなんかこうねメンバーのこうイヤイヤをこう和らげてくれる素敵なキャプテンだなと思ってよりこの秋は秋元、はい ささんに注目せてていいたただきなっ恥ずかしいなんかその前に喋ってたって言われるとありがとう嬉しいえちょっとこのあとどうしたらいいんでしょう何の予定でもちろん私も秋元真夏さんの秋だとやっぱ一番にそれは一番に思うんですけど2番目で言うとすごい普通なこと言って申し訳ないんですけど 読書のの秋でですす珍しく普通のことを言ってるそう,そうなんいつもちゃんとしてるんですけど、はい、あの今年の秋は読書に目覚めて、えー、でも私が読書に目覚めるって本当に初めてのことで、うん、今まで秋だから本を読むみたいな習慣もなかったんですけど、うん、ちょうど目覚めたのが秋だったのでやっぱ何かに秋に感化されてるのかなと思って、えー、すご大丈夫かっこつけてない えなんなんですか？読書の秋って言ったらかっこいいっていうのない。<laughs> <laughs> 違う本当に三冊読みましたこの秋。えー？そうなんだ。んだもうだいぶ深い本読んでたよね。言っちゃう？<laughs> え言,言わない方がいいと思う。言わない方がいいかん。いいい和洋中お米はどんな色にも染まっちゃうぞ。国産野菜みずみずしくて美味しいとよ。ほっと一息温めます。皆さんの心を癒しちゃおう。 お茶？癒し茶、あ茶です。や茶をです。あいいね。はいお茶で癒し茶を可愛い,い,ということで。ごめんなさい噛みました。<いや> <laughs> それも可愛いです。